待たせしました。お待たせいたしました。くらえ。あれ？くらってる？くら？お、これはこれはどうも皆さん。マグニーでございまして、どうも。お元気でいらっしゃいましたでしょうか。つうわけでですね。はい、本日はまた遊んでいきたいと思うんですが、前回ね、こんな感じで、見えへんわいってね、見えへんわい。前回はね、こんな感じにやらせていただきましたよ。ここの続きやると思ったでしょ、皆さん、今日。やらないんですね。今日やらないんですね。今日は全然違うことするんですね。今日は、昨日のプチチャレでやったことのこう続きというか、続きじゃないか、全然関係ないか、あ、全然関係ないわ、でも多少関係あるわっていう感じのことをやりたいと思っております。それでは本日もやってまいりまーす。シャッター、リルフに接続中です。お待ちいただき誠に申し訳ございません。リルフ、はい、やってきました。昨日のファンネルのまんまですね。このファンネルが連続攻撃をできるということをね、普通こうトライでるとこんなに連続で投げられないですからね、皆さん。はい、これすごいよね。これは本当すごいことだなと思って、はい、全部を一旦回収しましょう。よいしょ。今日はまずはこちらご覧ください。プチチャレ希望ですっていう風にいただいてるんですけれども、結構膨らみそうなので、エンドラ、ウィザー、ファントムにタートルマスターの、ポーションをかけると遅くなるのか、または鈍化のポーションや鈍化の矢は効くのか、のんびりふわふわしているガストに俊敏のポーションのおわ矢で動きが速くなるのか見てみたいということで、このあたりクリエイティブならパッパッパッとできるでしょうということでですね、はい、もう呼べるから、俺いつでもどんなやつでも呼べるようになったから、次誰呼ぶか、まずはちょっとエンドラ呼ぶか、一旦エンドラ呼ぶ感じ。エンダードラゴン、ほほー、やはりエンドで呼んだ方がいいのか。ここで呼んでもダメだな、これじゃ話にならんぞ。ここでゲームモードをサバイバルにしてみるとどうだろう。うん、変わらないね。おバカなドラゴンちゃんができてしまいました。クソ。じゃあですね、行っちゃいますか。知ってんだよ俺は、もうテクニック覚えたんだよ私は。これを、まずはとして、あったエンダーアイを、開けへん、なんでなの、開けへん、なんでなの、あ、ねえねえねえ、エンドポータル開けへん、なんでなの。よし、待ってるよ。なるほど、このワールドにはそもそも存在しないのか。ってことは、じゃあちょっと違うワールド行こうか。リルムに接続中です。皆様にはしばしご歓談をお願いしておりますが、何とぞご了承のほどよろしくお願いいたします。オーノー、オーノー、オーノー。ただいま、少しブラックアウトしておりますが、もう間もなく画面の方復活しますと思われますので、少々お待ちくださいませ。さあ、すぐ復活するかしら、どうかしら、すぐ復活してくれるといいんですけれども、まだ暗いまんまでございますね。なかなかパッとこうマインクラフト、おい、繋がりました。こちらの方にやってまいりました。なんかいろいろ遊んだ跡がありますけど、今日もここで遊ばせていただきたいと思います。ここならいけるはずだぞ。うるせえなお前は、ヒーヒーフーフーよ。重たい、めっちゃ重たい、ここ。あらららら、ここもダメなの。あれ、こんな感じのはずだったんだけどな。これでできなかったら、できないの、できないの、ちょっと待っててね。これだ。で、ここにテレポート。すぐに来れちゃうから、はい、やってまいりました。エンダードラゴン、あ、卵だ、はい。このエンダードラゴン、ここで呼べば多分戦ってくれると思うんですよ。ようやくですね、皆さん、ようやくやってまいりました、その時が。鈍化、俊敏、はい、これを持った状態で呼び出します。いでよエンダードラゴン。ちゃ卵飛んでってもたやないか。はい、どうなる？あれ？動きませんね。ちょっと攻撃してみるとどうだろう。はい、攻撃すらできませんね。
おりゃ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 、ちょっと待ってくださいね。わかったぞ。はい、すいません、長らくお待たせいたしました。次のカットから、エンダードラゴンとの戦いを必ず皆様にお届けします。しばらくお待ちください。新しいワールドを作ったのさ。新しいワールドならエンダードラゴンと戦えると思って作ったのさ。そしてエンドポータルの作り方は、ここになんかこう真ん中に立って外側に設置していかないと。おえー、なんだよその癖。じゃあ行くよ。戦おうではないか。エンダードラゴンよ。彼がポーションをかけられてどのような反応をするのか、これが大事ですから。よし、まずはタートルマスターのポーションもかけてみる。ここ落ちてきた時に、真ん中に来た時にやろうか。あ、来た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 。あいつはまかかった。あ、全然動き変わんないね。え、遅くなってはないですね。当たってる当たってる当たってるけど、まあ、特になんか動きが遅くなるとかそういったことはないですね。効果はなさそう。ポーションは効かないっぽいですね、エンダードラゴンに関しては。はい、ということでエンダードラゴンはまず効きません。はい、次はウィザーを呼ぶ、そんなワールドを作ってみました。はい、ここにウィザーを召喚したいと思います。きたー。はい、戦ってますね。はい、鈍化かけてみる、かけてみる。かかってるのか。お、かかってなさそうなのだが。そうね、じゃあもう一体呼ぶわ。じゃあ戦うんじゃないの、戦うんじゃないの。ほら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 、戦おうとしてんじゃないの。全然戦ってくれません。なんか違うの呼びます。岩盤の上じゃ動かねえの。あ、動いた。もしかしてポーションが効いてる。ウィザースケルトンはどうなんだ。効いてる。ウィザースケルトンは効いてる風です。モヤモヤが出ているということは効いてるということではないでしょうか。がしかしウィザーはモヤモヤが出ません。あ、当たる当たる当たる。当たらない。頭が当たらないまま飛んでいく。もう最後の作戦ですよ。いいですか。殺される、殺される。私、あ、怒ってる怒ってる。俺に攻撃してきてる。あ、やべえ。鈍化のポーション食らえ。食らわないのか、食らわないのか。舐めるなよ。あー、やばいやばいやばいよ。待て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 。とりあえず走って逃げましょう。走って逃げて、皆さんご覧いただいたようにおそらく、エンドラやウィザーにはポーションの効力が効かないですね、今のところですが。もしかしたら他のポーションは何か効く可能性もあるんですけど、今回リクエストいただいたものは効かないです。はい、次行ってみよう。はい、そしてまた新しいワールドにやってまいりました。ここは敵が生成されるように、設定しております。ここでファントムたちの実験を行いましょう。ファントムさんを呼びたいと思います。ファンちゃん、あった、呼ぶ。ファントムは自由に飛び回っておりますが、ここに、お、かかってるぞ、かかってる、かかってるように見えるが遅くなってないのでしょうか。わかった、ちょっと待ってよ。これファントムだけっていう状況を作ることはできないのでしょうか。ファントムだけこっち来い。やばい敵の数だが、俺が遅くなっちゃった。待て、殺される。よし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 、危ねえ。見た感じそもそも俺に敵対すらしてないので、こう何とも言えないんですが、一回殴ってみる。はい、一応ほらモヤモヤは出てるんですよね。モヤモヤは出てるので聞いてはいるのかなっていう気はしますけどね。動きにそんな大きな違いは出ないというか。俊敏かけてみる。酔うわその動き。酔う。よーし来い、俺がタートルバスターのポーションをかけてやる。今サバイバルになりましたよ皆さん。おいでファンちゃん。あ、気づいたね。失敗しすぎ。よし、当たった、当たったぞ。あ、でも動き遅くなることはなさそう。じゃあ次は鈍化を当ててみよう。
うん、動き遅くなることはなさそう。あー来た。いやーくそー、ポーションをかけることすら難しい。当たった、当たったがスピードは変わらずですね。つまり効果がないということかな。さて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 、すべてのエンティティをキルいたしました。もうここで何もわからない状態になりましたね。でここでさっきウィザー呼んだ時ウィザーが動かなかったじゃないですか。それって下が岩盤だったからってことなんじゃないかということで、もう一回これ試させてもらっていいですか。はい、一緒かよ、こんなもんかね。ほらこれ地面とか潰されるじゃん。これが鬱陶しいから全部岩盤にしたんだけど、食らえ、あれ食らってる、食らってる。俊敏をプレゼントしよう。あんということでですね、なかなか難しいということですね。はい、ではですね、全てを消し去り、次はここにだね、ガストを呼びます。出た、ガストが出ました。この俊敏をかけるとどうなるの。一応食らってはいるけど、見た感じ早くなった気はしないね。ふわふわしてるやつね、基本こういうの聞かないのかもしれないね。はい、というわけでですね、今回さまざまなモブに、タートルマスターと鈍化と俊敏のポーションを試させていただきました。で今回試したモブが全部ふわふわと浮いてるモブなので、もしかしたら浮いてる系にはこう動きが遅くなったり速くなったりするやつは効かないんじゃねえかという説が上がってますが、コメント欄にねめちゃくちゃ絶対いい意見があると思うから、みんなもそっちご覧くださいませ。本日誕生日の兄弟が来るプチチャレンジ、こちらご覧ください。久しぶりにコメントします。中性トライデント複数まとまった状態、ファンデル状態ができればトライデントの連続投げ攻撃ができるので、いろんな敵と戦ってみるのどうですか。これね、はい、こう冒頭でやりましたよね。じゃあその環境を早速作りましょう。多分5個ぐらいが限界だと思うんですよ。こうしてこうか、これでいいのか。でゲームモードをサバイバルにし、はい、皆さんご覧ください。これで今4つのこの武器をまとった状態になりました。この状態でクリエイティブにするともう全部手にしちゃった。幻、ガストどっか行っちゃったね。では分かりました、皆さん、今回私チャレンジしてみたいと思います。エンダードラゴンとは戦うことはできないですけど、おそらく戦える中で最強といえば、はい、ウィザーを呼び出しといて、皆さんご覧ください。準備しました、装備して、花火持って、トライデントをファンネル状態に、してあいつと戦いを行うという、ことをやりたいと思います。ちょっと距離取らないとあいつに敵対されるとまずいので、距離取ってサバイバル。よし、ご覧ください、ファンネル状態、行くぜ、勝負だウィザー、このトライデント連発を食らえ。俺のトライデントは全て、はい、ということでですね、まあまあ勝てねえと、いや勝てねえということがこれ分かりましたね。これ、ウィザーをねトライデント無双でファンデルで倒そうなんてね、そんな甘い夢、夢と散ってしまいました。まずそんなダメージ当たらんし、ほら連続で投げられたとしても、相手が例えばさ、相手が水の中の生物とかだったらこれはまた話が変わってくるね。クソ野郎クソ野郎、こうやってずっと当てるじゃん。でね、パワーが半分ぐらいになるとトライデント効かないから、もう。つうわけで、本日30秒兄弟おめでとう。はい、兄弟通信参りましょう。今日はこれだけ、ナイス、作る 94%、 お、素晴らしい。もう作ったっていう人もいらっしゃいます。これは何だったっけ、これはあれだな、無限かまど機構だな、無限かまど機構の時のアンケートでございます。皆さんありがとうございます。はい、というわけで本日はこの辺りで終了でございます。こんな感じいいんじゃないの、サバイバルやってさ、クリエイティブで遊んでさ、まあ、交互でやっていくっていうことで、まあしばらくこんなスタイルを続けてさ、ゆくゆくはね、
合板に移行していく、まあ、その流れですね。いつやるか分かんない、いつやるか決まったらというか、もうほぼほぼ心の中で決まってるんですけど、またね改めてご報告したいと思います。それでは皆さん、また次の動画、そして、更新でお会いいたしましょう。じゃあね、更新じゃない、配信か、バイバーイ、イエイイエイイエイ、ほなー。